はい、タンタンです。ヘッドウェイの、2018新作の、桜シリーズの、ギターが出来上がりましたのでご紹介いたします。ヘッドウェイの HD 桜、2018サマーですね、夏ということで、夏らしく、ブルーバーストで仕上げられたカラーリングのサイドバックは桜ですね。松本桜という、松本市の桜でしょうかね。という、日本らしいアコースティックギターが仕上がりました。で、トップはシトカスプルースですね。で、カラーリングが青いブルーバースト。で、桜のシリーズには欠かせない桜。花びらをしたピックガードと、またこれ美しい印泥ですね。今回は花びらと、花火をイメージした作品だそうで、非常に美しい、細工が施されております。多分写真の方が綺麗に撮れてると思いますので、ぜひそちらの方も一緒にご覧になってください。この辺の青いものは全部ターコイズで、縁取っておりますので、その辺も、非常に印象も夏らしく、仕上がった作品でございます。非常に美しいと思います。で、音の方なんですけど、ちょっと弾いてみましょうか。なりますね。結構桜の木ってメープルに近い特性があると言われているんですけれども、弾けば弾くほどこうなってくるような、イメージを、沸かせてくれますね。伸びやかで、こう一音一音の音がすごい、粒立ちが綺麗に出る感じかなと思います。桜の木、弾いたことない人いると思いますけれども、ぜひ一度お試しいただければなと思っております。こちらのモデルも、桜の木っていうのが希少材にはなりますので、限定生産となっておりまして、特別モデル限定生産で12本だけですね、今回、
作ったそうでございますので、特にこのサイドバックの桜は結構木目が一本一本異なりますので、この木目結構いいものを選んでいると思いますので、その辺もじっくり検討いただきながら、このですね夏らしくって、爽やかなブルーを基調とした、花火のイメージですね、の非常に美しいギターでございますので、お手に取っていただければなと思っております。あとですね、桜のシリーズには欠かせない指板とピックガードとブリッジ、この辺の紫色のものはパープルハートという材を作ってまして、特に着色せず使っている材ということで、非常に桜とこうマッチしたカラーリングになっている材でございますので、この辺は青と紫で非常に相まって、イメージもルックスもいいのかなと思いますので、この特別記念モデルを2018ということで、この夏一本入荷してまいりましたので、当店にて試走可能です。ぜひお早めにお問い合わせくださいませ。それではこちら、ヘッドウェイの HD 桜2018サマー、お問い合わせお待ちしてます。タンタンでした。